東武動物公園駅。東武動物公園駅は、埼玉県南埼玉郡宮代町100件2丁目に、ある、東武鉄道の駅。駅番号は、TS30。副駅名は、日本工業大学前。宮代町に所在する、中心駅であるが、開業当初は、東側の大内古戸根川で隣接する、北葛飾郡杉戸町にちなみ、杉戸駅であった。 1986年に日光線杉戸高野台駅が開業するまでは杉戸町の中心駅の機能も有していた。伊勢崎線と日光線の2路線が乗り入れている。日光線は当駅が起点であるが南栗橋方面からの列車のほとんどは伊勢崎線北千住方面へ直通している。伊勢崎線系統と日光線系統の双方が 乗り入れる伊勢崎線の浅草駅、押上駅等駅の間は、東武スカイツリーラインの愛称が付けられており、愛称のない等駅から、区域方面の区間とは、ラインカラーどの案内上でも区別されている。島式ホーム2面4線の地上駅で、京城駅舎を有している。ホームが2番線から始まるのは、1番線が、京城駅舎竣工と同時に廃止されたためだが、 線路は一部残されて上り線に繋がっており、保守機械、モーターカー等の留置に使われている。上り二番線ホーム上の杉と高野台駅寄りに、日光線の0キロポストが存在する。東駅北側で、伊勢崎線上りと日光線下りが、平面交差して分岐する。都心から東駅で折り返す列車が多数、設定されているため、伊勢崎線の和子駅方に引き上げ線が2本ある。 当駅止まりの列車は引き上げ線に入って折り返す。自動券売機前と上下ホームにはフルカラー液晶ディスプレイによる発車表、改札口にはフルカラー LED 式発車表が設置されている。また券売機前と改札口の発車表には東部スカイツリーライン北千住方面と伊勢崎線、久喜方面、日光線南栗橋方面の3方向に分かれて表示されている。 ホームの柱は、伊勢崎線系統ラインカラーの赤色、中心の配色であるが、駅名標は、姫宮方は、東部スカイツリーラインのラインカラーのオレンジ色、と、青、杉戸高の台方を、日光線系統のラインカラーのオレンジ色と演示色、和子型を、伊勢崎線系統ラインカラーの赤と灰色で塗り分けた、形になっている。2006年、 平成18年のダイヤ改正前は5番線のみ、赤色中心の線が引かれている駅名表であったが、改正後は全線で、オレンジ色中心の線に統一され、赤色中心の線は和光駅北の駅となっていた。さらに2012年、平成24年の東部スカイツリーラインの愛称制定後は2番線のみ、日光線系統のラインカラーのオレンジ色、中心の配色。 3から5番線が赤色とオレンジ色を併用した配色となっている。下りホーム駅名標の隣接駅名標記は4。番線が日光線、杉戸高野台駅。5番線が伊勢崎線、和子駅と分かれていたが、後述する観光線の使用により現在は両方面併記されたものが使われている。2006年秋に駅構内の商店強化工事が行われ。 明かり取り店窓の増設や、既存店舗のリニューアルや統廃合が実施され、理髪店、洋菓子店などが開店し、ステーションガーデンと名付けられた。同時に、西口へのアクセス通路の変更などが実施された。2008年、平成20年度に、駅構内の案内板をピクトグラムを用いたデザインに一新した。ホームにあった、りか式駅名標と路線図は撤去され、 駅名表、路線図、所要時間と一体型になった自立式案板が設置された。同時に5番線の番線表記の色はオレンジ色から赤色に変更され、実質2006年のダイヤ改正前の状態になった。2011年、平成23年1月にはエレベーター設置に伴い、案内板にある時刻表、所要時間の配置が一部変更され、同時に特急、 両毛の所要時間が追加された。2010年、平成22年9月末から2011年3月にかけて、駅構内のバリアフリー化を図るため、エレベーター4機、東口、西口、上下線ホームと多機能トイレを設置する工事を実施し、2011年4月1日より、共用を開始した。2011年1月21日より発車メロディを導入。 カスカベ駅東部スカイツリーラインホームと同日に運用を開始、その後2013年、平成25年8月1日よりメロディを東部動物公園のテーマソングに変更た。伊勢崎線、東部スカイツリーライン発着の3番線、5番線はストリングス調のメロディを、日光線発着の2番線、4番線は金管楽器調のメロディがそれぞれ使用されている。 2015年3月26日の初電より、駅自動放送を導入、運用を開始した。かつての西口とコンコースの間には、杉戸機関区、杉戸工場の跡地をまたぐ、長い古選橋が設置されていたが、宮城町というある都市機構を主体とする、杉戸工場跡地の再開発事業が行われ、この古選橋は新設される、古選橋及び、 仮設通路の供用開始に伴い、2014年、平成26年5月12日の終電をもって、閉鎖、撤去された一部は、東武鉄道の敷地内に残存。2015年には新しい西口広場も完成した。引上げ線が2本あるため、一見複雑だが、3番線に入る伊勢崎線上りと4.5番線から出発する日光線下りが、 平面交差する構造である。2017年度の1日平均乗降人員は32,463万人である。この数値は、伊勢崎線、日光線との乗り換え客は含まれていない。伊勢崎線内では第17位、日光線内では第1位である。東武鉄道としては、伊勢崎線、日光線が分岐する交通の要衝であり、 関東地方の町村部にある駅では、小田急小田原線新松田駅等を抑えて、最も上行人員が多い駅である。なお、東駅より上行人員が多い駅は、関東以外では JR 西日本王子駅がある。近年の1日平均上行人員の推移は、下表の通りである。旧日光街道の宿場である杉戸宿の面影を、残す。 北葛飾郡杉戸町の中心地がある。国道4号も近くを通る。宮城町の中心市街地が広がる。駅名のもとである、ハイブリッドレジャーランド、東武動物公園は、市街地の先にあり、連絡バスが出ている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。